いや準決勝にセンターから大丈夫かなと思って見てたんですけど、さすがに、さすが。そうですね、もう本当絶対絶命かなと思ったんで、うん、まあ、なんとか届いてよかったです、うん。さあ決勝ですけども、どのように戦っていきましょう。まあ、小川君の前で自力で頑張ります、うん。こう増木君なんかものすごくこうインパクトのある走りですけども、どのように見てますか。まあ、あんまり気にせずに自分の走りをしていきたいです。近畿一人となります。どのように戦いますか。高橋君もいてるんですけど、うん、ここはもうちょっと決めずでやらせてくれっていうことで、うんうん、我が物言わせてもらいました。山杉君のね、先行がこうものすごく目立っているんで、まあ、そこでこうどのように見ているかというところですけど。そうですね、山杉君すごく強いですし、うん、まあでも松浦君もいてるし、うん、ちょっと見極めて走りたいなと思います、うん。今節もね、ちょっとぐっとこう伸びているようなレースが目に入りますけども、はい、いかがですか。まあ初日はちょっとダメでしたけど、うんうん、2日目3日目は意外といけたかなと思います、うん。初日先行しました、はい。決勝もその可能性は、まあ、タイミングが来たら行きますし、はい、まあ、勝てる感じでも走りたいですし、うん、はい、まあ、先手取れなかったらとりあえず前には行きたいって感じかな。そうですね、はいはい。さあ決勝ですけども、はい、どの位置を。準決勝で世話になった、うん、渡辺裕太君の後ろに行きます、はい、後ろ、はい。まあ、バンデの方がチャンスありますもんね。そうですね、まあ、とりあえず準決勝、うん、まあ、北日本追い込み3人いるんですけど、うんうん、まあ、世話になってた手前他のラインにはいけないと思うので、うんうん、まあ、そこは競輪だと思うので、うんうん、はい。ここも主導権はなんか取れそうなメンバーですけども、いかがですか。取りたいですね。シャバン悪いですけど。シャバン悪い、はい。できればどっからが理想ですか。もしっかり行けるところからそこは言えない、はい、ね、うん。じゃあ主導権取ってそこからもう自分自身との勝負。そうですね、もう押し切れれば、はいはい。それぐらいの手応えはどうですか。今回感じはいいですね。感じ、はい。念願の地元でね、決勝進出、今の心境どうでしょう。はい、そうですね、もう今回は本当にラインの番手戦で、うん、後輩たちが頑張ってくれたおかげで乗れてすごい嬉しいです、うん。さあ決勝ですけども、まあ、先行で増木君や、はい、でセサの松浦君などがいて、はい、厳しいメンバーになりますが、はい、どのように。はい、もう決勝戦は自力で頑張りたいと思います。さあ決勝ですけども、どのように、まあ、準決勝同様増木君の番手で頑張りたいと思います、うん。いや今度こそ抜きたいという気持ち強いよね。そうですね、連日抜けてないんで、うんうん、もう抜きたい気持ちはあります、はい。だけどちょっとこうなんか呼吸とか分かってきたんじゃない、間合いとか。そうですね、まあ、分かってきてはいるんですけど、ものすごい強いんでさあ決勝ですけども、どの位置を。今日お世話になった、うん、はい、増木君の3番手で、うん、3番手、はい。増木君の戦後どうでした、準決勝をついて。いや、ジャンガマシだったんですけど、うん、あれは普通の一周ガマシのペースと一緒ですね。なんかあれができるのは、まあ、脇本君か増木君かってとこじゃないですかね。決勝はどこ行きますか。あ、松浦さんの後ろで。松浦君の番手っていうのはどうですか、つきやすい、こうなかなか読みづらい、どう。いや、つきやすいです、すごいつきやすい、はい。どういったところがつきやすいですか。そうです、やっぱりバック踏まない、絶対追いついたところで仕掛けてくれるので、勉強になります。はい、ルーキーチャンピオンレースに続いて決勝メンバーのインタビューもご覧いただきました。名古屋競輪会場72周年記念金庫賞争奪戦決勝、選手入場。1番広島増浦裕二、2番和歌山東口義朝、3番静岡渡辺裕太、4番秋田内藤信彦、5番栃木増木匠、6番愛知高橋和也、7番宮城阿部力也、8番福島伏見俊明、9番徳島小川慎太郎、
それでは対戦メンバー改めて内から順にご紹介していきます。まず1番が広島の松浦雄二です。2番和歌山東口義智、3番静岡渡辺優太、4番秋田内藤信彦、5番栃木増杉匠、6番地元愛知高橋和也、7番宮城阿部力也、8番福島伏見俊明、そして9番徳島小川慎太郎。以上9選手によって争われます最終第10レース金庫賞争奪ファイナル S 級決勝戦です。上空日が陰って冷たい空気が漂いますが、風はにわかに落ち着いてきたのか、このコンディションの中どんなドラマが生まれるか。当然人気の中心は主役は松浦雄二、好調増杉匠がこれにどう挑むか。ディフェンディングチャンプ渡辺優太も告白したんたん、短期勢東口高橋この辺りがどう立ち回るか。地元記念の執念を見せたい高橋和也の短期戦も注目。最終第10レース決勝のスタート、まず7番の阿部力也が飛び出した。早いスタート送り出し、1番の松浦雄二は2番手に控えます。2番の東口義智が続いて、その後に3番の渡辺優太、8番の伏見俊明が続きます。5番の増杉匠現在は6番手、後方にかけて4番内藤信彦、9番小川慎太郎に6番高橋和也は最後方。1周目バックナインへと向かいます。早いスタートを決めた7番の阿部力也が前を取っています。これでどうやら東勢が前、ゆっくりと8番の伏見俊明、これに乗って5番の増杉匠が前を伺います。関東東北東の3人でまとまります。5番の増杉匠がここで正後方、この3人を前にやって中段が1番の松浦雄二です。昨日も準決勝ワンツーだった9番の小川慎太郎のマーク、中四国勢、そして2番の東口義智は切れ目の6番手を回ります。6番の高橋和也もここで切れ目の位置に上がって、後方2社がどうやら南関東北の2人で、3番の渡辺優太にベテラン内藤信彦最後方。これで体勢固まって2コーナーからバックへと入ります。ここはアベリキアのスタート取りから正後方に構えた5番の増杉匠、初日得点では S 班コンビをまくり粉砕、準決勝では清水博人を完封の逃げ切り、自らの成長をここまで大きくアピールしています。その増杉マークが7番の阿部力也、まあ、ここまで本来の切れ味まだ見られませんが、それでもしっかりと食い下がっての決勝入り。記念競輪久々の決勝入りがこの人、8番の伏見俊明、記念ファイナルはほぼ4年ぶり、この舞台に戻ってきました伏見。そして中段が主役1番の松浦雄二、2日目以降は僅差でも勝ち切る底力をしっかりと見せつけています。昨日の準決勝試練の展開もしっかり乗り切った松浦、そのマークで9番の小川慎太郎は二次予選のバックまくりもインパクト十分、あるいは今日は逆転もあるかどうか。そして短期勢どう立ち回るか、2番の東口が現在は6番手回り、後ろに6番の高橋和也、当然地元記念へ執念の走りを見せたいところ。あとは3番の渡辺優太、先月の地元記念欠場から今回はしっかりと軌道修正、メンバー中ただ一人金庫賞での優勝経験者でもあります。マーク4番内藤信彦、昨日はこの3番手でしたが、今日は渡辺優太に前を絞っての競争。さあ赤番ホーム残り2周、まず渡辺が動いた、前受け松木が引きつけていきますが、渡辺優太ここは思い切って飛び出していく、まず切って3番の渡辺流れを作る、切り替えていく松浦が3番手に上がります。悠然と松木は下げた、2コーナーからバック、短期勢もここは西の2人に乗っていく、結局松木が後方7番手で打勝です。さあ前で少しスローペース、渡辺優太流れを作るが、後ろから増杉がここで猛チャージ、ジャンの3コーナーからスパート、渡辺合わせますがどうやら増杉が取れる。さあ増杉がここは思い切っていった、番手7番の阿部、伏見も3番手へ飛び出していくが、早いスパートで松浦が早く追い上げていく、最終ホームを通過して増杉先頭、番手阿部、3番手伏見ですが、早くも4番手松浦、2コーナーから踏み込んでいく。さあ松浦のまくりですが、3番手2番手じわじわと前に迫っていきますが、増杉も追いかかり、さあ番手阿部が松浦を止める、松浦ちょっと失速、あとは混戦状態、4コーナー回ります。まだ増杉先頭ですが、好展開は7番車、阿部力也が後方落車、しかし先頭増杉、増杉が振り切った、堂々たる逃げ切り、増杉匠です。あとは7番の阿部力也、8番の伏見あたりも食い下がったのか、外から2番の東口あたりも猛追、ただゴール前では3人の落車、この中には1番車松浦雄二もいます。今ゴール前10メートル付近で6番車高橋和也が立ち上がっています。あとその後ろから4番内藤信彦、今地元の高橋和也ゴール線を通過、そして内藤信彦もゴールを通過です。そして30メートル線手前で松浦雄二が倒れ込んでいます。ゴール前混戦がありました、落車3人、その中で高橋和也と内藤信彦がそのままゴールは通過していますが、30メートル線手前で松浦雄二倒れ込んだまま、どうやらこれはどうやら競争再開は厳しいようです。
道中混戦がありましたが、しかしながら増木匠堂々たる行きっぷり、そのまま後続を振り切っています。お知らせします。ただいま赤旗が掲示されました。しばらくお待ちください。ただいま放送をございました通り、この競争4コーナー審判等から赤ランプ点灯審議が行われます。このレースは3者落車点灯、2名はゴールを通過しましたが、松浦雄二はそのまま競争危険となっています。一応の通過順は1着5番の増木匠、2着7番の阿部力也、3着8番の伏見俊明でラインの3人、その後2番の東口義友が外を踏んで4着の入選となっていたようです。このまま決定すれば増木匠デビューから3年8ヶ月、記念決勝4回目で嬉しい記念初優勝ですが、あくまでも一応の通過順。このレースはこの後審議が行われます。決定までは今しばらくお待ちください。なんかもう見ていてもね、はい、ほぼほぼ増木だなという感じがしましたよね。放送です。お知らせします。ただいまのレースは2着到達の7番、3着到達の8番および1番について審議を行っています。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。改めてご案内いたします。12レース審議中です。でこのレースの審議対象選手は2着で到達した7番、3着で到達した8番、および1番について審議を行っています。決定まではもうしばらくお待ちください。12レースは現在審議中です。2着到達の7番、3着到達の8番、そして1番選手を審議しています。決定まではお待ちいただきます。さあ、あとは渡辺裕太選手は、ね、どうするか見てましたけども、まあ、そうですね、はい、まあ、陰を切ってということで、はい、あそこをもう少し踏んでいきたいところでしたけど、早めに出たのでね、はい、まあ、結構足も使わされて、でもバック置いてあったので、まあ、その意味でおいてはマスキも追い風のところで一気に引きたかったんですかね。だからちょっとタイミング的に早かったのかなって感じもしますけどね、はい、うん、そうですね。さあ現在審議となっています。2着で到達した7番選手、3着で到達した8番選手、そして1番選手の審議を行っていますので、決定までお待ちいただいています。このレースは落車のアクシデントがありました。ただ増木選手としてはしっかりとこの持ち味を発揮してという戦い、自分のスタイルで、まあ、優勝ですからね。放送です。お待たせしました。審議の結果をお知らせします。1番、7番および8番選手の走行を審議しましたが、いずれも失格とはなりません。会場72周年記念名古屋競輪金光賞争奪戦決勝決定。1着5番増木匠、2着7番阿部力也、3着8番伏見俊明。名古屋競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式4号680円、枠番連勝単式4号1060円、車番連勝複式5番7番700円、車番連勝単式5番7番1020円、3連勝複式5番7番8番2030円、3連勝単式5番7番8番4510円ワイド、5番7番390円、5番8番1520円、7番8番1120円以上でございます。改めまして第12レース決勝戦の結果をお伝えします。審議の結果、2着到達の7番、3着到達の8番は失格とはなりませんでした。従いまして入着通りの決定です。1着5番増木匠、2着7番阿部力也、3着8番伏見俊明。払い戻し金です。2車単は5番7番で1020円、3連単は5番7番8番で4510円です。その他の払い戻し金はご覧の通りとなっています。それでは決勝戦を振り返ります。
はい、前受け真杉ですよね、そこを渡辺裕太がインを切って、そこに1番の松浦を切り替えていくと、東口はこの3番手、4番手に高橋、真杉が一旦下げていきます。はい、でここからですよね、マスギ結構早めにという感じがしました。ジャンぐらいですよね。で松浦は半分若干遅れたという感じもしましたけども、まあでもしっかりと対応しましたよね。で8番を追いつつ4番手を確保、逆に言えば渡辺が遅れたという感じですよね。でそこからすかさず巻き返して、マスギは、まあ、自分のタイミングで仕掛けられたということもあってね、はい、ペースですよね。ちょうど参考なので11番手の方が有利ですよね。松浦苦しくなっていきます、はい、まあここから阿部もね、このチャンスはなかなかないですから、懸命に踏みましたけど、マスギが振り切りました。結果もうこのラインそのままなんですもんね。そうですね、はい、見事な優勝となりました松木拓実選手でした。ただいまから名古屋競輪第12レースの審議 VTR を放映します。最終周回第4コーナー付近における落車について1番、7番および8番選手の走行を審議しましたが、1番選手の内側への動きとそれに対応した8番選手の外側への動きおよび7番選手の内側への動きにより接触し発生したもので、いずれも失格とはなりません。それではここで表彰式の模様をご覧ください。以上の皆様です。誠にありがとうございます。お待たせいたしました。ただいまより会場72周年記念名古屋競輪金古賞争奪戦 G3 の表彰式を行います。それでは見事栄光に輝きました真杉拓実選手の入場です。皆様どうぞ盛大な拍手でお迎えください。まずはじめに見事優勝いたしました真杉選手にお話を伺います。インタビュアーは山口浩二さんです。はい、それでは名古屋記念競輪優勝しました真杉拓実選手です。大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。それでは改めましておめでとうございます。ありがとうございます。いや強かったね。いやー、まあ、すんなりかけられたんで、はい、良かったです。いや、あまりなんかしんどそうな感じも見えませんけども。いや、かなりきつかったです。かなりきつかった、はい、今日はレース前から始めました。どういったレースを組み立てたんですか。いや、もう先行最初からもうシュート持ってて、それで押し切れればと思ってました、うんうん、ライン最初、はい、最初渡辺君が抑えに来て、はい、でそこに松浦君が続いてきました、はい、そのあたりどのような判断で。そうですね、そこで並走しても、うん、多分行かないと思ったんで、うん、1回引いてと思って、うん、はい、考えてました。そして一旦一列棒状になって迷うことなく仕掛けたように見えたんですが、そこあたりどうですか。そうですね、2日目3日目でそんな感じで勝ってたので、うん、はい、その流れでいければと思ってました、はい、ジャンで仕掛けて松浦君の横を2センターで通過しました。あのあたりはどんな気持ちで、はい、まあ、3人でできれるかなって感じで、はい、はい、行ってました。でできてからはそこらはどういうふうに踏んでたんでしょう。あ、もうできてからペースで、はい、要所要所で踏み直して、うん、はい、走ってました。後ろに 松浦君がまくってきたのは見えました。いや、もう全部後ろ任せでもう前しか見てなかったです、はい、4コーナー回ってどうでしょう。どういった気持ちで。いや、これは あるぞと思ってちょっと楽勝だったんでちょっと素直には喜べないんですけど、はい、ですけどジャン先行で逃げ切りという最高の結果が待ってました。そうですね、先行で記念取りたいと思ってたんで、はい、うん、はい、嬉しいです。今回あの関東でただ一人の決勝戦だったわけですが、はい、そのあたりの気持ちっていうのはどうだったんですか。まあ、でも後ろに楽しい先輩方がついてくれてたので、はい、はい、やることは、まあ、いつもと変わらずで、はい、はい、記念初優勝でこの舞台に立っています。今の心境を聞かせてください。いや、素直に嬉しいんですけど、ちょっとまあ落車があったので、はい、
これで次宇都宮の、ね、地元のウィナーズカップ迎えることができたと、いい気持ちで迎えることができたと思うんですが。そうですね、いい流れで地元、うん、ウィナーズ迎えることができたんで、うん、はい、この流れが続くように、うん、はい、どうでしょう、今回かなり収穫があった開催と言っていいですか。そうですね、ちょっとギアの種類とかも変えてみて、それがいい感じにマッチしたのかなと、はい、これから G1、G2 狙ってお客さんも期待していると思います。最後に一言優勝の言葉をお願いします。これに続いて次の地元ウィナーズでも優勝できるように頑張ります。応援ありがとうございました。優勝しました松木匠選手でした。もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。インタビュアーは山口浩二さんでした。ありがとうございました。続きまして会場72周年記念名古屋競輪金古賞争奪戦 G3 の表彰式に移らさせていただきます。名古屋競輪組合管理者賞といたしまして、名古屋競輪組合副管理者名古屋市副市長杉野緑より賞状が贈られます。杉野副市長お願いいたします。優勝増木匠様、あなたは令和3年度第12回名古屋競輪組合へ名古屋競輪会場72周年記念金古賞争奪戦において当初の成績を収められましたので、これを賞します。令和4年3月6日名古屋競輪組合管理者名古屋市長川村隆史、おめでとうございます。杉野副市長ありがとうございました。なお優勝された増木選手には、他にも中部経済産業局長賞、全国競輪施工者協議会会長賞、 JKA 会長賞、東海北陸地方競輪運営協議会会長賞が贈られます。では続きまして、記念撮影のお時間を頂戴いたします。増木選手、できればマスクを外していただけますか。ありがとうございます。表彰式の途中ですが、そろそろお別れのお時間となります。重賞式の結果は各ホームページをご覧ください。今シリーズの解説、内林久典さんでした。増木選手、強かったですね。そうですね、はい、先行で逃げ切っての優勝、ありがとうございま す、ね、はい、次回のウィナーズカップ、地元ウィナーズカップも非常に楽しみです。さあ、そしてアシスタントは桑原真奈美さんでした。はい、ありがとうございました。4日間楽しかったです。そうですね、盛り上がりましたね。優勝、見事優勝しましたのは増木匠選手、記念初優勝となりました。増木選手の次走にもどうぞご期待ください。会場72周年記念名古屋競輪金古賞争奪戦の模様をお送りいたしました。4日間ありがとうございました。金古賞はかなり重いものになっておりますので、どうぞお気をつけください。